百家の一つ。外交の作士として、各国の間を行き来した人たちのことである。巧みな弁舌と、奇抜な発想で諸行を解き伏せ、あわよくば自らが高い地位に登ろうとする、そのような行為を弁舌によって行うものが、重要化である。合唱策を唱えた祖神と、連行策を唱えた長義が有名。祖神はその弁舌によって同時に六国の最小を、 兼ねたとされている。十王家という言葉も彼らの作の名前に由来する。詳しくは合唱連行を参照。諸子百科と言われる者には他にも各国を解いて回った者はいるが、それらの多くがそれぞれの思想に基づく理想を実現するためであったのに対して、いわゆる十王家にはそのようなものはなく、 ただそれぞれの国において喜ばれるような政治手法を論じるのが常であった。例えば、祖神は合唱を、燕の文庫に説いて六国をまとめ、15年にわたって、真の闘神を止めたが、伝説によると、縁を訪れる前に彼は旗に向かっており、そこでは彼は闘神して、歯を唱える方法を論じた。彼が、 真で認められなかったのは全く真の都合だけであったという。後世、十王家の書物は、後術の帰国史を除いてすべて散逸してしまった。そのため、式や戦国作などの中に活躍が伝えられるのみだった。しかし1970年代、古代遺跡の馬王大官房から、祖神の書簡や弁論を集めた書物が出土した。 同書は日本語訳も刊行されている。以下は、漢字・芸文誌に記載される、中王家の書籍の一覧である。いずれも散逸してしまった。ABO 西勝也。宇都きビブリオプラザ戦国獣王箇所。www.u-tokyo.ac.jp、ok。東京大学。2020年9月3日閲覧。ABO 西勝也。 大久クシアツ戦国十王歌所、馬王大出土文献役中総書東宝書店、2015年。ISBN 978から44億9721万5130。中国明学書電子化計画、勘定、芸文史。ありがとうございます。